浴室用の壁紙でリフォームしました。まずはこちら、ちょっとお見せしづらいんですが、うち築古の中古物件だったのもあって、浴室の壁紙が劣化で割れたり崩れたりで、そこがカビちゃうっていう状態だったんですね。そこで今回自分たちで浴室を壁紙リフォームしてみました。まずは鏡、シャワーフック、タオルハンガーなどを外します。鏡は上にスライド、フックはネジ止め、ハンガーは両面テープなので、スクレーパー差し込んで剥がしました。本来はタコ糸とかの方がいいみたいですね。余分なものをどけたら、まずジェルカビキラーで全体的にカビをやっつけます。4時間後、カビが薄くなったところとそうでもないところとありました。一度カビキラーを洗い流してから、劣化部分やカビた部分を紙やすりで削り落としました。ちなみに古いコーキングを剥がすために簡易工具買ったんですが、ちょっとこれではうまく剥がせなかったです。結局普通の金属のスクレーパーを使いました。古いコーキングをすべて剥がしたら、カビ防止剤を噴霧します。換気扇を止め、ドアにも目張りをして噴霧し、12時間放置します。初日はここまで。翌日、しっかり換気してから作業開始。新しいコーキングの準備として、コーキングする位置から1センチくらいずつ両側を開けてマスキングテープを貼ります。使用するのはセメダインの室内用シリコンシーラントとコーキングガン。先端は斜めにカットして使います。垂らして床を汚したくないので、念のためコーナーごとにマスカーを使用しました。上から下までコーキングを1センチ幅程度で絞り出したら、ゴム手をした人差し指でスーッと撫でて鳴らしつつ、余分な分を拭い取ります。鳴らし終わったらすぐにマスキングテープを剥がします。コーキングが半乾きになるまで 1,2 時間放置します。続いて壁紙の食い付きを良くするために、貼り付ける壁全面に密着ロンを塗ります。容器とハケはホームセンターの塗装コーナーに格安の使い捨てできるようなものがありました。今回使用するのは浴室用の防水壁紙シール。シール式で裏紙にはマス目が印刷されています。切り出すサイズを測り、ノートなどに設計図を書いて裏紙に写すのですが、裏紙に書き写す際は裏から見た図になり、上下が反転するので注意が必要です。私の場合どうしても混乱するので、採寸後に
上下反転させた設計図を作成してから作業しました。また貼り付け時に次の壁紙と1センチ程度それぞれ重なるように考慮しています。貼り付ける際は垂れてきた水が壁紙に入らないように下の段から貼って、次に上の段の壁紙を下の段に1センチ程度かぶせて貼ります。それでは貼っていきましょう。まずは養生テープなどで仮止めします。位置がしっかり決まったら左端を5センチ程度縦に剥がしてスタート位置を貼り付けます。事前にスタート位置用に縦一列を5センチめくって裏紙にだけ折り目をつけておきます。貼り付け位置とスタート位置が決まってスタート位置が1列貼り付けられたら、仮止めの養生テープを剥がして壁紙の右端からくるくると、壁紙をロール状に巻いてスタート近くまで戻ります。続いて上下によれないように注意しながら真横にゆっくり平行移動しながら、裏紙を少しずつ剥がしてはブラシなどで壁紙を撫でてきれいに貼り付けていきます。これ正直一人じゃかなり無理ですね。二人でやったのでなんとかできましたけど、二人がかりでも結構シワ入っちゃいました。何度も貼り直すとくっつかなくなっちゃうので、ある程度で妥協して小さなよれや浮きならドライヤーで温めると若干改善されます。とはいえ穴が開くと嫌なのであまりやりすぎない方がいいでしょうね。リモコン位置はぴったりサイズにくり抜いてはまってくれました。シャワーフックのネジ穴は壁紙を貼ってから手探りで見つけました。目印にネジを留めておいてその上から壁紙を貼って後でそこを切り抜く方が安全ですね。ライトはぴったりサイズにくり抜いたんですが、傘を外しても通らなかったので右側にほんの少し切れ込みを入れてはめ込んでいます。電気工事士の資格持ってないので配線外したりはダメだと思うんですよね。ドア近くの崩れていたところも綺麗になりました。正直2日間めちゃくちゃ大変だったんですけど、お風呂がようやく綺麗になって本当に嬉しいです。今回かかったお値段は壁紙 61cm×5m が3本で9840円、密着ロン1リットルで3000円ぐらい、ハケと塗装用カップで200円ぐらい、カビキラー類で1000円、コーキングとコーキングガンで1000円、ここまででおよそ15000円。さらに私の場合ロングジョギーをこのために購入したのでその値段が3700円、あとその他マスカーやマスキングテープ、スクレーパーやうまく使えなかったけどコーキング剥がす黒いやつとかもろもろでトータル2万円くらいじゃないですかね。プロにお願いするよりお値段的にはかなり抑えめになったと思います。ただ他の方にもおすすめするかと聞かれたらこれ決してお手軽ではないですし、結構難しくて失敗リスクもなかなか高いと思うので安易におすすめはしないですね。2人いればできなくはないと思います。
よろしかったら参考になさってください。それではまた。